秋元康茂は、地方競馬の浦和競馬場横山補給者所属の騎手で、ある。上山競馬でのニックネームは、ドーベルマン秋元。1999年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得し、増田競馬場、岡崎厚志明る級社から、騎手デビュー。同年4月3日、第1回増田競馬1日目台に競争荒呂。 D 級一般戦神様マンションで初起場。同年4月17日第1回マスダ競馬5日目、第7競争ラ系一般戦を玉東さんで優勝し、初勝利。2000年8月15日第7回マスダ競馬5日目、第10競争第52回日本海特別をノアで優勝し、重賞初制覇。同年地方競馬通算100勝達成。 2002年8月16日第7回マスダ競馬6日目の開催を最後に、マスダ競馬場が廃止され、上山競馬場に移席。2003年4月20日第1回福島競馬6日目、第10競争滝桜賞でザオープリンスに起場し、中央競馬初起場。同年11月11日をもって、上山競馬場が廃止されたため、浦和競馬場に移席。 2004年10月9日、第4回東京競馬1日目第9、競争プラタナス賞で、モエレライジングに起乗予定であったが、台風のため11日に順延となり、北村博士騎手に変更された。同年地方競馬通算300勝達成。地方通算成績は5047,390勝2着371回3着451回。 勝率7.7%、連帯率15.1%中央競馬一戦、0勝。ありがとうございます。